マルファン症候群とは、常染色体有性遺伝の形式をとる、細胞間接着因子の先天異常症による結合組織病。マルファンはドイツ語式発音によるもの。結合組織とは組織の間を埋める組織であり、全身に存在する。結合組織は、細胞成分と細胞外気質からなる。細胞外気質は、タンパク質でできている。細胞外気質を構成する。 タンパク質の一つに細胞間接着因子がある。細胞間接着因子には細胞外気質の強度を保つタンパク質 FBN1 や TGFBR2 等がある。本省ではこれらのタンパク質が十分機能しないために全身の形質に異常を呈する。細胞外気質の異常から結合組織が脆弱となり細胞に弾力性を減少させ、 大動脈や網膜、硬膜、骨の形成等に異常をもたらす。マルファン症候群は皆、同じ遺伝子の変異を持っているという点で、可変的な表現で遺伝病であるが誰でも、同じ程度に同じ症状を経験するというわけではない。生まれた時から非常に重篤な症状もあれば、中高年になるまで大きな症状が出ることがない、あるいは循環器系の症状が重い。 様々な症状を持ち合わせる、または知的障害を合わせ持つ症状、など様々である。現在、1型、2型が認められている。組織の間を埋める結合組織に必要なタンパク質の種類によっていくつか原因が特定されている。マルファン症候群は出生時にも発見される。しかし、青春期、または青年期まで診断される可能性の方が高く。 一般的である。30歳前後に突然の大動脈帰りによって自覚することもしばしばある。発生頻度はすべての人種と男女に関わらず3000から1万人あたり一人と言われる。日本には2万人、米国には約5万人がいると推定される。おおよそ75%が親からの常染色体優性遺伝で25%は新たな突然変異によるもの。 医学の発展とともに、長期生存率も上昇。原因遺伝子が完全に解明されれば新たな方が発見されて、その数を含めると患者予想数も増加すると思われる。マルファン症候群の突然変異を根本的に予防する方法はない。病気による要因の内定身長の上昇の間からも発生する。二次予防最も危険な合併症は、 心臓血管の壁の結合組織に起こる弱体化。血管の内圧を常に下げ鼓動の力強さを減少させることによって、乖離の危険性を減少させておくことが重要。激しい動きを伴わない生活でも本人が自覚することなく、動脈弁輪の拡張が進行して、日常生活の何気ない動作の中で、帰りや破裂といった形で発症することもある。 病気の突然死を防ぐためには、早期診断が大きな鍵となる。三次予防結合組織は全身に存在するため、様々な症状を予定する。結合組織の一つとして、抗原繊維がある。それらは主に骨や皮膚、腱、歯、軟骨、大動脈などにある。一般的にコラーゲンは、年齢とともに減少し始める。しかしマルファン症候群は、 もともとコラーゲンなどの結合組織の形成に異常がある。それらの理由から大きく分類して、体の三つの主要器官系統に影響を及ぼす。大動脈は内膜、中膜、外膜の3層構造になっている。マルファン症候群は先天性に中膜が脆弱である。中膜にある結合組織がうまく機能せず、袋状にエシを起こす。これを、 脳胞性中膜へしという。中膜の外側に、3位の位置で中膜が乖離し、乖離した部位に血液が流れ、さらに末梢部で血液が再び血管空に流れ込むこともあり、これを大動脈帰離という。脳胞性中膜へしになって脆弱化した、上行大動脈の基部の動脈兵器は、血行力学的な負荷を受けて内空が、大動脈弁を囲む輪が広がってしまう。 これを大動脈弁輪拡張症という、つまり大動脈起死部分が拡張する。相棒弁の弁線と、弁線が逆流方向へ開かないように踏ん張る検索の結合組織が弱まって薄くなると変性を起こして、弁の指示が弱まる。バルサルバドウの拡大を伴う、末小血管の脆弱性から頭痛を起こす。循環器以外の胸部症状として、覆う膜に、 穴が開く。肺を覆う膜を胸膜という。胸膜を形作る結合組織が弱まるために、胸膜に穴が開く。胸膜に穴が開くと気鏡になる。原呼吸症候群、軌道の内側を覆っている、組織の変わった柔軟性に起因する睡眠時の無呼吸等を起こす。 ひいては大動脈解離の危険度を増す。肺動脈解離、慢性閉塞性肺疾患患者の65から75%に、水晶体や脱球。水晶体の支持組織である鎮死体が弱まり、水晶体が上に転移する。水晶体がずれ、上に転移することを水晶体情報脱球という。結合組織の虚弱のため目の後ろの光を感じる。 部分離、無処置の網膜剥離によって、網膜、緑内障、白内障等から、視力低下、または、視力喪失、失明を起こす。他の目症状として、近視、結膜が青色に見える、青色胸膜、交際の欠損、交際炎、角膜変形、射視、弱視、不随意の眼球運動等を起こす。型でなければ近視は最も頻度の高い目症で、 しばしば小児期の間に急速に進行する。後輩列、高後外、化学前突症、低口圧、歯の形成の異常、鉱膜の拡張、髄膜ヘルニア、脳の大動脈回離、及びこぶ、右首動脈回離、電音性及び感音性の難聴等を起こす。顎関節の習慣性脱臼が見られることもある。急速な体重増加、または骨格の成長に起因する。 戦場皮膚萎縮症が多い。若い年齢で、肩部、臀部と下背の上に、しばしば出現するが健康上に問題はない。引っ張ると通常より伸びやすいことが多い。筋肉や脂肪のつき方が十分な栄養や運動をとっているにもかかわらず、減少したり蓄積したりしてアンバランスである。マルファン症候群を持つ小児が一般集団よりわずかに注意欠陥。 多動性障害の可能性を持つ若干の臨床所見がある。しかしそれらは一般人口集団と同頻度で生じていると思われる。多くの場合、疾患は年齢とともに進行し結合組織の変化が起こるにつれて症状は目立つようになる。マルファン症候群と診断された場合、あるいはマルファン症候群の疑いがあると診断された場合は治療の時期を逃さないためにも、 心臓専門医による心臓血管への定期的な検査による診断が生涯にわたり必要である。心臓弁膜症の診断は心エコーによって見つけられる可能性がある。大動脈の乖離拡張がなくても半年に一度の定期検査で行われる。心臓弁と大動脈をよく見るために超音波検査を含む。大動脈拡張や大動脈乖離や、 腰椎線骨部の硬膜拡張はよく見るために、マルチ CT や MRI 検査を用いる。帰りにより突然の移動する胸肺部痛、あるいは両下肢の麻痺が起き肺病しづらいなどの、膀胱直腸障害などの症状が出て判明することもある。遺伝子検査による診断。遺伝学カウンセリングは、マルファン症候群の遺伝の可能性がある家族に利用できる。 マルファン症候群患者の親族は本症の所見がないか検査を受けるべきである。出生前診断は不可能である。診断基準は、心臓血管系、循環器系、体格、骨格系、眼科系、硬膜拡張の検査、家族歴、採血による遺伝検査等、上記のうち二つしか認められなくてもあるいはいくつかの症状から不全型として、 マルファン症候群が疑われ経過観察となる場合がある。以上のことから今後不全型が増える傾向にある。特に若年の場合、症状に個人差が大きく慎重な診断と経過観察が求められる。マルファン症候群の患者は必ずしも平均身長より背が高くはない。遺伝的な予想身長よりも背が高くなるというだけで、 有高身長でない人にもマルファン症候群は認められている。過垂体性症人症を同時に患う症例もあり、マルファン症候群の根本的な治癒はない。しかし、効果的な処置及び危険な合併症の予防を行うことで多くの患者が通常の寿命を生きることができる。心臓血管系の疾患について大手術が必要となるので、 そのような手術ができる病院を選ぶことが大切。先天疾患のため対症療法を行う。対症療法として、矯正や手術療法を行う。歯並びの異常は、歯列矯正術を行う。極端に、高身長の女児に対しては、エストロゲンとプロゲステロンにより思春期総発を誘発させることで、最終身長を抑える方法もある。 人種体脆弱性が原因となり、水晶体変異や水晶体や脱球、その全症状としての視力低下などが起こる。視力の矯正や治療のため手術を行う。レーザー手術による視力矯正が可能な場合や、水晶体脱球の場合、水晶体法的質をし眼内レンズ毛用口、抜い期日を行う。なお、猛用体自体が脆弱で、眼内レンズの用 抜きが困難な場合は、眼内レンズ胸膜内固定術も考慮できるようになった。大動脈壁は正常より柔らかく、脆い。あるいは弱く、伸びやすく、形が崩れて膨張する傾向があることが多い。また、進行する動脈拡張の出現や拡張の速度は極めて多様であり、診察に注意が必要である。 マルファン症候群の約90%の人々は心臓血管に何らかの異常がある。特に心臓から血液を他の体へ運ぶ大動脈の壁の酸素部分が弱くなって切れたり拡大する。そのため乖離破裂に注意する。大動脈の人工血管への大機期間術の手術による死亡率は低いが急性大動脈乖離による 緊急血行再建術の場合、術後の早期死亡率が高い。適切な手術時期の見極めが大事。心臓の血管への負担を減らし、高血圧を防ぎ、負荷の軽い運動を選択する。高圧剤の β 遮断薬は、大動脈瘤のような合併症の一部を制御するのに、用いられる。β 受容体遮断薬に対するアレルギーがある患者は、 ベラパミルのようなカルシウムブロッカーを与えられる可能性がある。最近、高圧剤ロサルタンは、マルファン症候群を持つマウスで、大動脈瘤と肺の問題を予防することが発見された。マルファン症候群は多岐の症状を抱えたり、多くの合併症が起こることもあるが適切な治療を受ければ通常の寿命である。近年、 外科的手術の成績は上がってきておりこの30年にわたってちょうど61歳以上までマルファン患者の平均余命は注意物価医学的管理によりほぼ2倍になったこの劇的な改善は医療の新しい手術主義改善された診断と新しい技術のものであると考えられ手術により寿命を伸ばすことは可能になってきている高齢のマルファンも 増加傾向にあり、老化による病状の問題への取り組みも注目される。以前は、マルファンを持つ女性は大動脈拡大、または帰りの危険度のため、妊娠はしないように進められたが、妊娠は大動脈の状態を注意深く検査した上で、医師の診断と管理のもとに可能である。大動脈が拡張している場合は進められない。血圧の増加により動脈帰りの危険性も増加する。 低王切開による出産も選択される。人工ベンチ感謝の妊婦の出産例も国内にあり。新生児、マルファンの予後は多臓器にわたる重症で急速に進行することも多くあまり良くない。心臓血管外科、循環器科、整形外科、眼科、神経内科、リウマチ科、遺伝科、内分泌科、小児科等。各科目の連携が必要であり、 幅広い知識と経験の医師の協力が欠かせない。マルファン症候群の症状と類似したな、兆候があるものは以下の通り腹部の筋士官を主張とするマルファン症候群があることから生じることがあるが、マルファン症候群でなくても一般的に起こり得る症状は以下の通り AB 前田らピアニッシモ、も405から406藤沢ら浜田 P336 hig hsnobity.jp、e、インタビューヨネズケ氏がオルタナティブを語る。2019年1月9日閲覧。国内海外国内海外類似疾病患者団体、組織。ありがとうございます。